行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー行け。270パンドアックスドゥーガン。赤コーナー270パウンド頑張れゴールデンハンマー。ガンガンいけ。頑張れレフリータイガーハットリー頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。顔面が歪みます。パンチ攻撃です。フロントからのキック、ロックアップ、サイドからオブラツイストの体勢、抱えます。ボディスラムです。ストンピング、蹴りつけてまいります。小気味のいいパンチです。気合を入れてまいります。スピアーが突き刺さった。あっとパンチです。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。パンチを打ち込んでまいります。ガードします。ラリアット、ストンピングを叩き込んでまいります。掴んだ、キックで返します。掴みます、させません。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。返してまいります。タックルでぶちかまします。ラフ殺法に転じます。顔面を捉えます。あっとパンチであります。フロントに捉えます。膝小僧が暴れる。剛腕ラリアット、抱き起こす、締め上げていった。いけるか、巻き投げで切り返した。立たせていく、していった。起こした、そのまま叩きつけていった。一気にいくのか、スピア強烈、一気にスパークするのか。腕をフックした、あと逆に投げていった。ストンピング、あとマウントからのパンチ、組み合った、見栄を切った。ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した。引き起こす、エルボーで切り返す、ハンマー気味のパンチ。もう気持ちだけで打ってますね。はい、正面から投げを威張った、ストンピングを叩き込む、首根っこを掴んだ、厳しい攻めを見せる、蹴り上げていく、引っこ抜きか、ハンマーを振りかざす、頭を掴んでエルボーを打ち込む、ガチッと組み合った、ち
降りる。奥歯を噛みしめた。リバースで返した。掴んだ。五臓六腑に染み渡る。スペアタックル。足を殺していった。リングに戻ります。リングに戻ります。フックを打っていく。10分経過。場外に移行した。決めに行くのか。湧いてこい俺の力。あっとスピア掴んだ。至近距離からのライアット。ストンピング強烈。引き起こす。いけるか。リング上に戻した。リングに戻ります。一気に行くのか。ラリアットものすごい。抱き起こす。ガチッと組み合った。ロープに振った。湧いてこい俺の力。フック。立たせていく。頭を掴んで弓を引くナックルアロー。腕を回した。あっとストマックのあたり。バックを取ってハンマーパンチ強烈。首根っこを掴んだ。ストマックに突き刺さった。一気に料理するのか。気合を入れた。組み合った。ロープに振ってスピア強烈。ここで持っていくのか。さあ首をかっ切った。起こした。これはすごい。ブレインバスターから沈めていった。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。いけるか。コーナーに振った。ピンを叩き込む。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。エルボーを入れていく。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。組み合った。ロープに飛ばした。アックスボンバー三つ股の槍。エルボードロップ強烈。立たせていく。一気にスパークするのか。15分経過。起こした。15 minutes pass。 簡単気味に入りましたよ。ブロック状況か。ガジェット組み合った。ボディスラムで投げつける。体を預ける。ロープに逃れました。精神力の勝負ですよ。あと逆に投げていった。抱き起こす。抱えた。あっとエルボー。気合を入れた。そのまま耐え固め。カウント 2.89。 重低音バズーカ。あと逆にパンチ。フィニッシュに持ち込むのか。一気に行くのか。Yeah!